今年はね、本当にすごい本当にプレッシャーだったの。ピトさん知ってると思うけど、問題がないように、スタッフのミスないように、自分の中の目標もいけないかもしれない、でも去年よりは頑張りたいっていう。祝っていただける方たちがいる、いらっしゃるっていうのはもう本当に嬉しい。いや、私こんなに彼氏から愛されていいんですかね。この方来てくれるんだとか、あとは来てくださっても、えってそんなしてくださるんですかみたいな、1年間どれだけ自分が誠実に過ごしてこれたかっていう。誕生日ってね、1年間の発表会みたいなところがあるんで。お待たせ。ねえ、明日、明後日は少しねゆっくりしたいと。したいしたいとか、でも多分今月は無理ですね。祝っていただける方たちがいるね、いらっしゃるっていうのがもう本当に嬉しい。いつもねデパートでねいいのを買ってきてくださるから、これでちょっと食べてみて、食べてみて、美味しいから。レバーバッグ。おつまみがいっぱい並べた、僕もいただいたんですけど、なぜおつまみをこんなに持ってきていたのかなと。あのね、毎回なの、バースデー関係な、関係なしに、もう毎回、今回はバースデー用な感じで持ってきてくださってたんだけど、ホステスの子たちに美味しいもので毎回でサンタさんのように土産物を買ってきてくださって、みんなにこう振る舞ってくださる方、そっち関係の仕事の方ではないですね。そういうのでは一切なくて、本当にお気遣いというかお心遣い。開けるわけしかないね。サンタさんそんな甘いもの持ってきたら食べるわけないしね。あの甘いもの買ってきてくださった時に、 ありがとう、甘いの、甘いのじゃないのがいいだ。去年あれですね、食べお寿司のケーキやったやってましたよね。これね、あのコーンビーフがまたうまいから食べてみて。でも私なんか大阪のおばちゃんみたいな、食べ食べみたいな。さ、団体でさ来るからさ、あのキングたち、キングたち、あー来たらちょっと、あ、はい、まあ飲めないか、いいんじゃない、一杯ぐらいダメじゃん。いや、ちょっと早くないですかね。早くない、大丈夫だよ。おしゃれなもん、いいですか。そう、ビトさんにお祝いされてないもん。いや、後でこっそりしようと思ったの。そういうのいいから早く置いて、カメラ置いとけばいい。久しぶり、あのトリプルボギー、あの畳のところで。でもなんか私こうしたらダメなんだって思う思考がダメで、全部肥やしにするというか、自分の何だろう、礎にして、はい、もっといい女になってやろうみたいな。あ、そうな、ごめんなさい。いや、全然だからすぐ分かったもん。エレバーシャー、バリーシャー、これ入れとけん、これだけといい。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、もうやめて、その乾杯はいきなりやるわ。やんなくてやる、やる、それも嫌や。ここ、あの、じゃあ僕も、いやいや、違う、そこじゃないです。そういうお店じゃないんだから、ここは。銀座流おししちゃおう。いや、銀座流じゃない、銀座流じゃないから、全然これ違うからね。だからシャンパンゆっくり飲んで。相当ビップですか。
仲間みたいな。キングって聞こえたんですよ。そう、あだ名がキング。あだ名がキング。優勝ゲートパック。そうでしょ。やつって大丈夫だって。みんな大丈夫だって。あのお弁当食べたでしょ。うがいの大将。めっちゃ美味しかったです。一番美味しかったって言ってた。あ、嬉しい。また頑張ります。で、キング。キング。これ映ってる。映ってる。あ、いいし、ケーキ袋ゲストパックみたいですねって言いながら上がってきた。R 試験みたいな。髪型だけじゃ無理だもん。そう、みんなでスノボ行ったりする仲間。するじゃん。美味しくない？美味しかったです。ああ、ちょっと白が飛んじゃって。待って、私でもちょっと触ればいい。またなんかさ、ブスに撮るの。そうなの、いつも下から撮るから。じゃあテクニックあるくせにそういうとこあるんだよ。こういうとこだよ。こういうとこだね。クレーマーなの。でかい銀座の飲食店グループのオーナー、絆グループのオーナー。楽しそう。思いっきりやるのよ。楽しそう。なんかここ座るんですか。はい、ここ。はい、かしこまりました。韓国の方がいいですよね。はい、これがいいですよね。はい、わかりました。顔は全然出してください。出してください。あそこ近くの、 あのオブっていうところのバーの地元の後輩。地元の後輩。皆さんと銀座の同業さん、みんなこう銀座で働いてる人たち。そうで、みんな、まあ、行ったりするから、ご飯食べにも行くし、まあ、みんな仲良し。あーさあ、けどだいぶ強くない。ほら、みんなグラスを。はい、はい。では、港マネージャー、お誕生日おめでとうございます。なんか違ったけど、さっき聞こえたのと。誕生日おめでとう。兄貴の癖して。あれ
ってずっと息吸ってた。いや、違うの、これから仕事戻らなきゃいけないから今日出張から帰ってきたのに、いいよ、もう胸しないで、明日か明後日か来週でいいよって言ったら、そういうわけにいかないそりゃそういうわけにいかない感じっていうから言うとどどめつちょっとここいてくれる。じゃあ乾杯だけして。もう開けないで。嘘でしょ。ママ。ママ。え、いつ出場してた。あの2分ぐらい。一番かっこいい。かっこいい。2分ですか2人。待って写真だけ撮ろうよ。ママ撮ってくの。失礼します。すいません、ママの時私しっかり飲んでっちゃって。はいチーズ。ありがとうございます。西島さんということは何者なんですか。よくわかんない。まあ、スカファーが面白がって西島こういう風にしたらいいじゃんみたいな感じで多分作り上げたんじゃないかな。白いスーツが着ちゃいないよって言ったから白いスーツ着てんじゃないですか。勝手に黒服は白いスーツ着てこないもんね。あ、黒服なんですか。もっと黒服です。あ、そうなんだ。自分の部下をああいうキャラクターに仕立て上げたってことですか。そう。いや、私こんなにパレスから愛されていいですかね。すごいもうパレスご一行様。まさかのママが作ってる。やめてくれ。すいません、誰か社長もやめてください。社長、それ後ろスタッフで、ほんとダメだ、それそれじゃやってないで。すいません、誰か、どうなったか。これでしょ。そう、これも出して。おこがましい。ママ、ママ、ママ。ママにやらせる。いやいや、ごめん。いやいや、最初早いの、仕事が。お誕生日おめでとうございます。ありが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 とうございます。いや、幸せ。なんでこんなにあのアスカママがしかりパレスと仲いいんですか。ナナエママが仲いいから、うん、こう行き来があるでしょ。はい、ルネッサー。なんでカメラマンが言ったルネッサー。いやー、めっちゃ面白い。ありがとうございます。お客様に使ってください。ちょっと今同じこと言いました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。社長かっこいい。でも無理しないでください。体が一番ですもん。お互い様です。はい、白馬の白馬のね、従者みたいなね。こちらこそ甘えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せでした。いい姿勢がありました。芝居店とかじゃないけど、こうやってね、みんなさんで愛していただけるのはありがたいのと、ね、はあ、撮ってる。あの人多分このマイク解消するまで帰れないだけです。ありがとう。ありがとう。大丈夫だよ、何でも。かんちゃんもありがとう。ママ、こんちゃんがタバコ2個くれたんですよ。しかも YouTube ちゃんと見て、私のタバコを。YouTube タバコ吸う。
チーフお茶ちょうだい。石田さん、これは毎年恒例のカートンですね。いただきました。一番嬉しいかも。同じこと言いました。死ぬほど嬉しいです。